ですね、あのみんな同じように練習し同じような条件でやってるんですけどが、あのその指導も同じようにまんべんなく塚原先生たちも教えてるんですが、それをまんべんにしないというのは自分自身なんですね、はい、そこからもうこれだけ教えてもらってるけどプラスアルファ自分が何やるかということが非常に大事なことなんですね、はい、2回目は 9.0 でした。従いまして 9.350 です。続いて瀬尾京子、ひねりが入りました。いいですね、はい、後半あのもう一度スローが出たら分かると思いますがね、あの切り替えの後に前方系列から後ろへ今度は切り替えて回らなくてはいけないという空間で作業があるんですね、はい、その切り替えのここのところの後の足の高さ、ここを保ったままあれをひねるというのが難しいんですね。だいたい地球には引力ありますから下がっちゃうんですけどね、だけどあれを下げないで我慢するというのはいかに筋力が強いかっていうことですね。本当にあの今のは良かったですよ、はいはい、代表選考会でも第2位に入りました、はい、日本代表の一人ですね。そうです、瀬尾さんはね特にあの平行棒がうまい、平行棒がうまい子っていうのはやはり、まあ、もちろん脇の締めも強いんですけどが、はい、体を全部を頭の毛から足の爪まで緊張させることができるという選手ですね。その瀬尾京子のこれが2回目の試技になります、跳馬。あ、ちょっとこれはカスを食っちゃったと言いますかね。1回ひねりですか。はい、あの1回ひねりなんですけどもね、はい、ロンダートで入ってから跳馬に手をついた時が、はい、しっかりつけない状態だったんですね、はい、もう一度今のスローでご覧いただきたいと思います、はい、この後手をつきますね、ここからここのとこ失敗した、はい、跳馬に手をかすってますね。そうです、 あれは非常に危険なんです。あ、はい、あのあれが失敗すると馬とあの踏切板の間に落ちてしまいますのでね、これはあの瀬尾さんやっぱり早くもう一度練習してあの恐怖心を取った方がいいですね。やはり恐怖心が残りますか。恐怖心が残ります。あ、そうでしょうね、はい、1回目は 9.775 という高い得点でした。瀬尾素晴らしかったですからね。当然あれ減点になるわけですね。そうです、あれは大きい減点ですね。さあ続きましては注目の小菅まり、はい、あ、今のはいいですね。綺麗です、綺麗に決まりました。最高ですね、文句なし、日本のエース小菅、はい、やはり何回試合をやってもどんな試合やっても失敗しないというのはね強いという選手ですね。池田さん、何かこうちょっと貫禄が出てきたような、ね、そうですね、感じがしますね、はい、ここ の、 あのさっき瀬尾さんと比較すると分かるんですがね、はい、ここから手でついた後のほらこれがしっかりしてますでしょ。 あそこです、はい、要するに足で飛んできて今度は次は手で次のスピードを手で飛ぶんですからね、はい、そこのとこなんですね。瀬尾は結局 9.612 という得点です。惜しかったです ね、 2回目が ね、 うまくいけばよかったんですね。現在のところトップは真田の 9.662、 はい、小菅は1回目素晴らしい跳馬を見せました、はい、全日本チャンピオンの小菅まり、はい、さあ2回目です。すごいな、見事ですね。ただですね、はい、飛ぶただ高さだけじゃないんです、彼女の場合は、はい、着地した時のね距離が遠くへ飛んでるんです、はい、遠くだったですね今ね、はい、だから跳馬のやはりいい人っていうのは高く遠くへというのがですね一番いい条件です。ここからずっと前へ出てそしてここからまた遠くへ行くというね、はい、これはすごいですね。一瞬の前方、はあ、そしてその後2分の1ひねってからの後方宙返りですね、はいはい、そうです。小菅はグッドウィルゲームスですか、で全種目入賞を果たしたんですよね、はい、確か外国でですね全部入賞を果たすというのは非常に難しいことですね、はい、
あ、小菅は850という非常に高い得点です。はい、まず真田真希子です。跳馬ではなかなかいい演技を披露しました。成功しましたね、成功しましたね。はい、までいいですよ、なかなか。どうしたんでしょう、どうしたんでしょうかね。倒立ですね。せっかくね、いい入りでここでした。ここですか。やり直すところに根性があるな。はい、ギンガーです。最後まで頑張って、諦めちゃいけませんよね。はい、もうね、途中の失敗を立ち直らさなきゃいけないんです。いいですよ、トカチェフ。フィッシュバックフェイカー、惜しかった、惜しかったですね。本当に惜しかった。今日はですね、はい、競技3ということですから、難しいデーが2つ、はい、それから 1C、 それから 2B というふうに、はい、体操競技の場合は ABCD まであるんです。はい、そして A の方が優しいんです。 D が難しい方がですね、はい、だから 2D、1C、2B ですね。それが入ってればもう10点満点。ここですね、振り上がらなかったんですね。そして倒立に行けなかった。これはもうちょっと惜しかったですね。全体的にですね、はい、先ほど池田さんからお話もありましたように、はい、ややまあ、3日間戦ってきて疲れがあると、はい、いうこともありました。そうですね、でもそんなこと言ってられないんですよ。もう国際行きますと、これが3日も4日も続くんですからね、そのくらいの体力は持っておいてくれないと。ここは良かった、最後は良かったですよ。バーの高さで宙返りを行うというのが条件ですから、はい、9.20。 ミスがなければかなり高い点が、ね、はい、望めました。ミスがなかったら 9.7 ぐらい出てます。さあ続いて三浦です。三浦の足先まで見てください、この逆のね、これが家が彼女の、彼女のあれが得意なとこだったんですが、疲れ出てるかな。最後までフィニッシュは月面宙返り。ちょっとずつこうポロポロと出てきてますから、あと続く人は慎重にやってほしいですね。池田さん、前でですね、はい、味方の選手が、味方という言い方おかしいんですけども、失敗するとどうですか、プレッシャーとなるんですか。連鎖反応でドドドドと行くんですよね。ここまでは良かったんですね。ここから額移ったところですね、ここで持ち損なったんですね。これはしかし真田に比べますと減点は少ないんじゃないですか。少ないですね、はい、続けましたから。はい、望遠レンズでの撮影は片付禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。最後はもう塚原コーチ直伝のムーンサルトは、これは綺麗に決まりました。はい、この座ってらっしゃる方が塚原千恵子さん、旧姓小田さんですね。そうですね、やはり全日本チャンピオンでして ね、はい、根性ありましたよ、ものすごく。まあ、私が教えた中では一番の根性があった選手でしょうね。はいはい、さあ続きまして瀬尾京子です。瀬尾さんのバーは天下一品ですからね。高い、はい、エガーの後に足が後方へ触れているというところが素晴らしい。大きいトカチェフ。いいですね、月面宙返り。最後2人と着手が決まりました。はい、とにかくですね、普通バーから降りるときですね、宙返りの変則的な この横に回ったり後ろに回ったりという月面をやるときに、彼女の場合はバーからその下に下がらないで上でいろいろ演技をするという、そこが強みですね。これをね、我々は求めてたんですよね。この家が高いですよ、高いですね。はい、そして
攻防から堤防へ移る檻の高さの位置を見てください。はい、これはもう本当にすごいですからね。この後ですね、はい、高いでしょ、高いですね、上でやってる、あれがやはり同じように他の選手もやってるんですけど低いんですよ。だからそこで質の問題で点の差がつくということですね。だから点差をつけるというのはそういうことなんです。月面をやったら誰でもね点を出すというわけじゃないんです。はい、そして小菅です。小菅はあまり平行棒は中では得意な種目ではないということで。いやーそうでもないですよ。あ、そうですか。あ、本人にとっては嫌なんでしょうけどが、いいですね、今日は跳馬でも現在トップ、いいですよ。今日は今日はもうこれ着地いったら成功ですね。はい、どうだ、完璧、はい、いいです、綺麗に決めました小菅麻里。今日はもうベストでしたね。あれ嫌いだ言ってもあれだけやれる、まあどちらかというと小菅さんが、4つの女子の種目の中で一番ミスが出るのが段違い平行棒ということで、本人は自分が段違いがうまいというのに気づいてないというだけで、ね、はい、まあでも苦手なんでしょうね、はい、まあオールラウンド強いのが最終的には勝ちますからね、はい、いいですね。そしてフィニッシュです。高くていいですよ、今日はいいです、本当にこれはもう本当に瀬尾さんのお株を取った感じですね、はい、小菅はですね、はい、昨日、一昨日ですか、規定で平行棒をミスしまして、はい、昨日は床で、ラインをオーバーしてしまいましてね、はい、今日はそういうところでその気持ちの中でもですね、今日は絶対にという気持ちがこうあるんじゃないですかね、集中というんですか。あんまり今日は内容分析したくないんですけど、何度でもちょっと言いますと4つの D がありますね。それから2、これが加点要素が 0.2、まあ、とにかくもう本当に素晴らしい内容でした。さて続きまして篠田美穂、まあ、そういいですよ、はい、やはり篠田あたりは体が大きいですから ね、このハンデを克服せんとダメなんで、そういう意味ではね非常に三浦さんなんかとはね内容が同じでも苦しいんですね。見応えがありますね、いいですよ、屈伸の2回宙返りより、今日はいいです。あ、今日はガンガン押してきますよ、篠田さんも逆に体が大きいということはそれだけ演技も大きくなるわけですからね。この人が内容を小助さんぐらいやると鬼に金棒ですね、はい、自分の体を振り回すっていうのは大変なことです、はい、だから3倍小さい子よりか補強しなきゃいけない、3倍苦労して練習しなきゃいけない、そういうことです ね、 なるほどね、はい、だから大学生になればなるほどね練習しなきゃいけないんですよ。だから大きくなって大学になったらね技が落ちるとかそういうのは言い逃れですよ。やればやるほどね自分の体を振り回してねこういうふうにできるんですからね、はい、もう美穂ちゃんなんか大学生と同じぐらいの大きさですからね、そうですよね。現在欲を言うと最後の今のダブル宙返りのところも少し高く振り上げてほしかったです ね、 そうするともう一ついい点が出ると思いますね、はいはい、最後はジーナ・カチェトコーバ、勢いを見てください、はい、もう同じ内容をやってもねタイムが早いんではないかという、はい、もう車輪でもスイスイ回ってますね。多分さっきの大塚さんの車輪と比較すると1秒ぐらい違うんではないかという、はい、最後はムーンサルト、早いですよ、早いですね。同じような内容をやってもね彼女の場合はもうトゥットゥットやりますからね、辺の速さを生み出すのはやはり補強以外ないんです ね、 ね、はい、あ、いいですね。必ず何かをやる仕掛けるときは、バーの上でやるという、下に移動しても姿勢がいいですね。本当にそうですね、はい、足をもう自分で持っていって振り出してるんですね。ぐっとこう持ち上げてきまして、はい、最後足先がもうぐんと上がってきますね、
今ので何度読みますと10点満点の内容です、はい、で 2D、3C、3B という、はい、読むとこういう風になるわけですね、はい、ちゃんと化粧もしてますそうですね、はい13歳身長はどうですか140センチぐらいでしょうかねそうですねだいたいそのくらいだと思いますね大変小柄ですが、はい、得点が出ました 9.825 であります高い得点です、はい、ジーナ・カチェトコーバーにも当然出てくるだろうと思われます、はいはい、このタチアナ・グーツなかなかグッドウィルでも良かったそうですそうだしですね、はい、その平均台の演技をご覧いただきましょういや宙返りで上がりましたねもう本当にあのなんていうんですかただやるだけでなくてあんな小さい子で1回ひねりですね、これはもう日本では高倉がやってますからね、宙返り、あの上で1回ひねるというのは相当な、はい、そうでしょうね、しかしあの着地した後もバランスが、ね、崩れませんね、なんとなくあの女性っぽいですよね、連続ですね、宙返りが2つ入りました、はい、後方のブリッジから。開脚跳びも高さがあります、はい、あの今度からですねアクロバット、まあ、今度ではないんですもうかなり変わってますけどアクロバットとダンス的要素がプラスされなくてはいけないというようなねあのルールがあるんですね、はいまあ、だからアクロバットだけではいけませんよということですね、さあこれから連続ですすごいあすごいやっとこれはもう今の世界で一番これあれでしょうね難しい降り方でしょうね世界でこれだけの降りをやってるのはちょっといないですね後転4回ですか今のは1回2回3回ですね3回ですかで最後に宙返りが入ってですから4回になりますね、それで最後しかも1回ひねったといういやあこれは悔しいですね3回ですねここからです4回目にこう月面ですからね月面ですね、はい、惜しかったですね、惜しかったですねでもこれからは今のような折り技で来るんでしょうね、あれ泣いてるのは痛いんじゃないんで悔しいんでしょうね最後のところでねもう4つの D 難度 C が4つ B が4つですねもう完璧ですね、はい、タチアナ・グーツの平均台、もうでも次床がありますから泣いてられませんよね、はい、最後着地は失敗しましたが 9.40 ですさすがにヨーロッパチャンピオンですねジュニアの本当にそうですね、はい、やっぱりあれだけのものをやらないとヨーロッパの中ではチャンピオンにはなれません続いて瀬尾です瀬尾は横から入ります ヒーリー、あー、ヒーリーこの辺りは独創的じゃないですか、はい、いかがですか、はい、彼女は倒立系列が強いですからねああいったあのこう人の真似のできない技ができるんですね、さあここです、これですああいうふうに足開いちゃった方へ向こうへ向いてますからね あれを注意しなきゃいけないんですねこれは今のは当然のことながら減点対象になります ね, りますねあのくらいですと2部は減点されてしまいますねただ難しさの内容でね、減点がされない場合、あまりされない場合と何でもないところで落ちたりすると大きな減点になる、ものすごい高級難度で失敗した場合には減点がね、緩和されるというそういうことはありますね、はい、先ほどのタチアナ・グーツなどと比べますとその着地した後のばらつきが少し目立つ瀬尾です、はい、そうですね
フィニッシュ。さあ押して頑張ったですね今のは。フィニッシュはまずまずでした瀬尾京子、はい、途中あのバランスを崩したところですね、はい、問題は平均台というのはですね高さが1メーター20あるんです、はい、だから選手はね1メーター20あるからその間にねやればいい着地になればいいという考えがあるんですね、はい、それは間違いなんです。1メーター20の上で着地をするようなそういう着地の取り方でなきゃダメなんですね。もう1メーター20の、はい、そうです。平均台があったらこの間の1メーター20を計算すると、うん、うんと楽に落ちながら宙返りができるんですね。だけどもやはり平均台の延長上で2回回って降りるというのがこれが一番いいことなんですね、はい、この瀬尾さんのも見ててください。上で回って下であそこあ2回目が下で回っちゃう、あれはダメなんですね。できたら欲が私たちがね完璧に国際的になるにはあの上で2回回ってほしい、はい、小菅さんですね。小菅です、はい、このスペースは練習を開始してください。小菅、小菅さんもすごい難しいのが入ってますからね。あ、いいジャンプですね。ですよ。はい、現在総合ポイントトップの小菅、堂々としてますね、なんとなく女王の貫禄、はい、さあここからくれた、あっと危ない、ちょっとね、惜しかった、惜しかったですけどもね、まだ平均台 の、 あの降りる前の叩きつけが遠慮してるっていうんですかね、遠慮してる、まだ遠慮してる感じがしますね。もう少しで、ね、こうガーッと叩きつけてほしいですね、うん、ジャンプなんかいいですよ、こういうふうにね、はい、高く、はい、こういうジャンプ難しいですからね、もうこの辺りから檻のことを考えてるんじゃないかと思うんですよね。あ、なるほど、こういう体があのなんて言うんですかね、今のようにローリングって言うんですが、はい、あの平均台に全部ベタッとこうつかなくてはいけないという規則があるんです、はい、だから必ずああいう動作が入ってるわけです、 入るわけですね、はい、これは綺麗に決まりました、はい、あ、悔しかったね。ここまで総合ポイントでもトップに立っている小菅麻里、はい、先ほどの瀬尾は 9.40 でした、はい、これがフィニッシュ、遠慮があるといったフィニッシュのところですが、はい、今もうちょっと踏んでそして足をガーンと持ってくればね、最初のやはりエネルギーは平均台を離れるときに空間で操作をするエネルギーを持って離れなきゃいけないんです。それがあそこでエネルギーがあの両手をつくようなあのエネルギーで行っちゃうと今のようになってしまう。そのエネルギーというのは叩きつけとか押しとかというのがエネルギーなんですね、はい、だからもうちょっとだったですね。でもものすごく今飛躍が出てましたからね、あれが成功するようになったらかなり国際でも高い点が取れますね、はい、今ので 2D3C3B で10点満点という内容でした。はい、競技を開始してください。アジア大会でもはい、有力な、まあ、メダル候補、そうです、金メダル候補といってももういいでしょうね、小菅麻里はね、はい、もうミスしなければ完全に金メダル取れると思いますね、はい、綺麗に入りました、はい、篠田さんの平均台はいいですよ、ここそうですね、いいですよ、後方の宙返りが2つ入りました、はい、こういうふうにあの連続で3つジャンプを入れるというのが、はい、あの規則になってますから、
開脚跳び、バトビー、そして開脚跳び前方宙返り、これはいいですね、はい、いつでも得意技と言っていいんでしょうね、はい、もうこれは彼女のお家芸と言っていいんじゃないでしょうか、はい、今日は安定してますね、よくあの体が平均台に対してまっすぐ向いてますね、1回半ターンしました、はい、宙返りより今のターンの方が難しいんですね、あ、そうなんですか、はい、ほらもうあの上でスピンというのはだけどあのターンがないと減点になるんです、あ、はい、さあそして最後はフィニッシュ、さあ最後がもう勝負ですよ、抱えて、はい、右足が一歩前に出ましたがいい演技でした、はい、内容的にはもう満足でしょうね、はい、はい、あ、塚原先生も首を振ってるから、よかったですよ、よかったよかったというふうに昨日の10本同士が聞きましたから、なるほどね、はい、しかしコーチが10本通せって言ったらそれに受けて立つというところがね選手が素晴らしいですね、はい、はい、去年のジュニアは第2位準優勝でした篠田美穂、去年は平均台でこのジュニア選手権で優勝しています、はい、篠田さんの内容が 3D3C4B という内容でした、こう危なかったですけど、危なかったですよね、よく歯を食い止めましたね、こういう風にね体が平均台につかなくてはいけない全体がっていう規則になりましたのでね、はい、はい、そしてフィニッシュです、あ、これは高かったですね、はい、上で回りましたからね、はいはい、なかなかいい折りをしましたよ今のは、最後、まあ、右足が一歩出なければもうパーフェクトという感じですが、篠田美穂は 9.55 という得点でした、はい、得点でしたね、そして真田真希子です、真田真希子の平均台上がりはいいですね、昨日は真田はこの上がりで失敗して落下してしまいました、今日はいいですよ、今日はいいですね、はい、あ、いい、今は前方展開しましたね、はい、浮きがあるというのは非常にいいことです、耐えました、よく頑張りました、水平指示からの後方、はい、宙返りだったんですが、これ落下するのとバランスを崩すのではもう大きな違いがあるんでしょうね、もうなんといっても落ちてしまうと 0.5、 有無を言わさず 0.5 ですか、はい、まあ、今のででも 0.3 は引かれると思いますけど落ちるよりマシですから、フィニッシュは抱え込みの後方2回宙返り、はい、よく落下しなかった、あれ、ああいう風にね、粘ってくれなきゃいけないんです、絶対落ちないというね、粘りが大事ですからね、もう平均台は落ちないということが何よりの条件です、特に池田さん、団体の場合は、はい、その落ちることによってチーム全体がね、関わってきますからね、やっぱり前がトロトロっと失敗しますとね、ついでにね、人のいいのが一緒になって失敗してあげましょうっていうのがいるんですよあ、なるほど、はい、食い止めるのがチームの中にいなきゃいけないんですよね、ここですね、でもね、昨日から比べて気合が入ってますよ、はい、朝日生命 の、 あのチームは、はい、なかなか、はい、落ちないですね、普通だったらあれね、ポロッと落ちちゃうんですけどね、よく粘りました、まあ、先ほど池田さんがおっしゃったようにだいぶ昨日気合い入れられてコーチから気合いを入れられたんでしょう、本当はね、自分で気合いを入れなきゃいけないんですが、ここです、はい、今日はよく押してますね、後ろに引くぐらい、あの一歩、だいたい二回宙返りというのは一歩前出ちゃうんですけど、後ろに今引くぐらいね、あの本人は頑張ったですね、はい、なかなか今日マキちゃん良かったですよ、
真田真希子の平均台でした、はい、得点が 9.55 です。真田真希子の平均台の得点は 9.55。 これで一般のまず前の5人が平均台の演技を終わりました。現在のところトップは篠田美穂と真田真希子の 9.55 であります。秋の平均台、まあ注目は中での1回ひねり、1回ひねりですね、いいですよ、上がりいい入りです、はい、いいジャンプですね。はい、ひねり、あーすごい、あー決めました、いいですね、もう言うことないですね。先ほどのあの立ち穴は止まった状態での1回ひねり、だから立ち穴よりかは上の一つ上のひねりですね、はい、もうこの辺の連続はもう言うことないですね。ターンも綺麗です、あーもう本当にノーミスです。ここまで あのくらいはもう本当に目じゃないですね、はい、ほんのワンミスだけですからね。フィニッシュは高い込み宙返り、これはいい、これはなかなか高い得点が期待できます、はい、あ今やったという表情をしましたね、これはいいですね、あ握手しています。本当に 9.7 ぐらい出してやってほしいですね、今池田さん、あそこのバランスを崩すのがなければもう 9.、 なかった 9.8 から9出てもいい得点ですね、素晴らしい演技でした高倉、ただ難度がいいだけでなくて動きが女らしくてね、そしてもう本当に正確ですし、もう言うことなかったですね。これは高得点が期待できます、はい、高倉亜希、去年までは髪がまだショートカットっていうんですか、はい、後ろに束ねてなかったですよ ね、 そうですね、高倉はね、やはり高校生になってきてだんだんね、こう色っぽくなってきちゃったっていうんですかね、はい、いいです ね、 そうですね、女らしく成長していって、ジュニアから女らしく成長していっていい演技をしてほしいですね、はい、平均台のトップはここまで篠田と真田の 9.55、 9.45 ですか、ちょっと辛いな、ちょっと厳しいような気もしますね、ちょっと厳しいですね、もう少し出してやって、まあだから3部引いたんですかね、カチェトコーバ、もうだから上半身見たら分かりますが、頭も上半身も絶対動かしてないんです、ぐにゃぐにゃしてないんですね、今ジャンプ、はい、今のはい、いつもまっすぐですね、姿勢を見てほしいですね、みんな、強いですね、正確ですね、はい、開脚跳びの飛びの時に降りる時に片足で降りるというのも、はい、あこれは前方宙返りでしたが、それもやはり難易度としては難しくなるわけなんですか、平均台は全て片足で着地なんです、そうなんですか、だから片足が強くなきゃダメなんです、あいいな、上でちゃんと宙返りをしてますね、もうほとんど片足で着台なんですね、だから片足で着台するから、もう一歩着台しない方の足の力を抜くと何十キロもあるんですから、その足が、そうするとそれが力抜いちゃうとグラッといっちゃう、だから
片足の着台であと何十キロという足を空間で止めるというその強さは充電トレーニングでやってほしいんですね。きちっと、きちっと前向いてますね、もうしっかり台を見てますね。で手もバラバラに動いてない。ソビエトのジーナ・カチェトコーバ、ヨーロッパのジュニアの団体で優勝した時のメンバー、はい、その最後のフィニッシュです。高いですね、はい、ピタッと、あ、ちゃんと2回目の宙返りの終わりの頭の位置が平均台と同じ高さになっているという、はい、あれが日本の選手の場合は平均台というマットの間にあるというところ、ここのところが違うところですね。この98番をつけているジーナ・カチェトコーバ、点数も 9.80 でした。高い点が出ました。ソビエトのカチェトコーバの平均台の演技でした。タチアナ・グーツの床の演技、池田さん、はい、グーツはグッドウィルゲームスでも床はかなりの高得点だったらしいですね。はい、伸身を最初にこれです。体が伸びたまんま宙返り入るという、はい、それからあんなちっちゃいのにこの女っぽいね演技を入れてねしかし今の伸身の2回宙返り、はい、見事でした。さすがヨーロッパジュニアチャンピオンですね。それと平均台があまり良くなかったんですよね。それをちゃんと立ち直ってますよね、ここで、いやスピードがあります。あ、すごいスピードだ。とにかく床運動っていうのは着地の連続ですから、つま先がね、はい、ものすごく大事になってくるんです。丁寧ですね。こういった音楽をね、この小さい子がね、14歳の子がそれらしく演技をするというところが素晴らしいですね。素晴らしいですね。やはり課題としたらこの小さい子はどういうふうに女らしい演技をするか、最後今月面ですね、月面を持ってきました。いやーすごい、こうアップで見てると14歳に見えないんです。見えませんね、動きがね、本当に女っぽくてね、いい。コーチももう手を開いてよかったぞっつって言ってますね。タチアナの得点は 9.925。 素晴らしい演技でしたよ。池田さん、タチアナをご覧になって、あとこれから、まあ、世界のですね、今度はジュニアじゃなくて、はい、その頂点に立つのにはあとどういうことが必要なんですか、この人にとって。そうですね、もう力はすでに持ってますから、今度はこれにどういうふうに世界に勝つものをもうちょっと織り込むかということだけだと思いますね。独創性ということですか。そういうことではない。独創性じゃなくて、やはり高級難度ですね。高級難度ですか、はい、だから最後月面で終わって、最初伸身2回宙返りですね、だから真ん中のところで今度はどういう高級難度を入れるか、はい、さてそれでは続いて瀬尾京子の床の演技です。3種目を終わった段階では小菅が 29.075、 瀬尾が 28.862、 現在瀬尾は第2位につけています。小菅が誕生した要因、そして小菅を誕生させたこれが功労者でしょうね。この瀬尾さんがいたから小菅が誕生したんじゃないですか。そういう風に競り合っていくというのはいいんですね。はい、これも綺麗です、はい、この人はやはりタンプリングが得意なんですか。そうですね、
ですか。はい、多分あの国際大会では最後月面を入れると思いますね。あ、そうですか。それを入れないと点が 9.5 以上乗っからないんです。あ、最後今は嬉しいですね。今抱え込みの、ね、2回宙返りですけどね。2回宙返りでしたから、はい、それでももう完璧に10点満点で、内容は 3D2C4B きちっと入ってますから素晴らしいですね。池田さん、当然のことながら、まあ、この全日本クラスですね、はい、アジア大会のことを頭に入れながら、はい、いや当然やってるんでしょうね。そうです、そうです。もう塚原先生はそれ頭いっぱい入れてミスしないという演技を今やらしてると思います。最初に月面持ってきたんですね、はい、だからあの月面、まあ、もう3回ひねり伸身宙月面なんていうのはもう当たり前になってきますからね。か世界の上位7名は当たり前なんです、はい、最後2回宙です ね。ここにやはり月面が入らないとダメだと思いますね。床は高倉の演技です。床、あの高倉がこの頃床が綺麗になったって審判の先生方が言うんですね。なぜかなっていうのでみんながあの言ったら、柔軟をしっかりやってきたんですね。前はねジャンプをしても足がね開かなかったんで、だから美しくないんですよ。やはりねあの床の条件は足が左右前後にしっかり開くというものを持ってないと綺麗ではないですからね。それをなんか課題として冬トレーニングをしたみたいですね。だからジャンプ系列が足がよく開くようになったから、もう今年はちょっと磨きが かかったという感じですね。はい、高倉亜希の床の演技です、はい、はい、あの池田さん、この人はこうすごく表情が出ますね。こういうふうにやらなきゃいけないですね。なんかそうするとねしんどそうに見えないんですね。なるほどね。だからね、あ、楽しくやってるなっていうね、あのこういうのをあの印象点というですね、はい、印象点というのがあるんです。印象が悪いのと印象がいいのと、そうすると加点要素に加わっていくんですね。そうです。全体的に計算したら 9.2 でね、あのあ点が悪いなと思ったけど、でもすごくなんとなく明るくてよかったっていうと 9.2 が、精神的に審判が印象点として 9.3 加点しようとかね、そういうところが体操にはまだね引くばっかりでなくて、加点をするというところがあるんですね。そうなんですか。だけど審判はどうにかするとミス見つけようという方に走ってしまう場合があるんですね、そうすると加点をつい忘れちゃうと、あの右の選手と左の選手と質とか内容が違うのに同じ点が上がっちゃうときは、だからやはり審判というのは引くだけでなくて加点も考えてやった方がいいですね。はい、玉木子です。この床運動は去年のジュニア選手権で優勝しています。真田、どっちかというと真木ちゃんはおとなしいから、出だしをアピールするためにああいう激しい運動をあの振り付けの方がなさったんだと思いますね、はい、いいことですね、はい、いいですね。3回ひねり、3回ですね、はい、3回ひねると今音楽がよく合いましたからね、なおひねったという感じがします。アピールしていいんですけどね。
最後は抱え込み2回宙返りでした。3回ひねりが2つ入りましたね。どっちかっていうとひねり系列は強いんですけどね、宙返り系列がマキちゃん弱いんです。そうしますと池田さん、最後のところなどもやはり抱え込み2回宙返りではなくて、あそこのあたりで月面が入るとかね、入ると、あの真ん中のあたりでちょっとひねりでなくて、宙返り系列が1つ欲しいなという気はいたしますね。だから今の2回ひねりの後のに前方宙返り系列を持ってくるとかね、多分練習してると思いますよ、そういう風に。あ、でもあのだいぶあのマキちゃんこう個性を引き出そう引き出そうと努力指導者がしてるっていうのが分かりますね。あ、そうですか。あのだんだんとね、やっぱりあのこう個性が今まではのっぺらっとしてた個性だったんですけどね、もう少しこう悪徳をどんどん出していくというね、悪女になるというねそんなようなマキちゃんに成長してほしいですね。はい、真田は 9.75 でした。ゆか三浦です。この三浦のゆかも楽しみです。今のちょっと危なかったですよ。危なかったですけどね、もっとあのああいうテンポの速いところ面白そうな顔してやればいいんですけど、真面目な顔でやってるからどうにもちょっと絵にならないんですね。まあもうちょっとしたら表現出てくると思いますがね、あ、ここはシリーズでうまくいきました。この辺はもううんとね笑いながらやってほしいですね。なかなか歯を出すということを日本人慣れてないから難しいですね。外人はこういうところね、もううんとねあのアピールするんですね。まあそのうちになると思いますよ。これはもう初めからお参りまで笑ってやってほしい内容ですね。なかなか楽しい、いいですね。三浦選手 その持っている雰囲気というのと曲がこう合っている、そういう床運動ですね。だからね自分も変わらなきゃいけない、そうなるとね。だからもうこれからが彼女のこの、床を、ね、どうこなすかっていうのが課題ですね。まあ、多分あのなかなか笑えと言っても確かに笑えないんですけどね、そのあたりが一つ成長するともうこれは言うことないですね。そうですね、とてもいいあの振り付けでしたね、内容も良かったし、花ちゃんこれ受けて立ったらいいですね。これはフィニッシュのところ、やはりあの演技の内容すべて変えたばっかりで引っ越ししたばっかりの演技というのはですね、なかなかですけどがよくやりました。 9.65 という得点が出ました。さあ続きまして小菅麻里、これはプロの演出家に振り付けをしてもらったという小菅麻里の床です。いいですね、これだけ入ればもう絶対なんですね。ここでシリーズを入れるんですね。宙返り系列のシリーズというのがあります。あ、ここはドッペルが入りましたね。この辺はもう実にね彼女らしい、今のちょっとああいう1回フルターンになった後にもうちょっと工夫するといいですね、止まってしまわないで、もうひねって、今もう小菅さんにとって2回ひねりなどはほんのちょっとしたダンスみたいな感じですね。構えないで軽くやってしまう。さあ最後頑張ってほしいですね。今までノーミスです。月面できた、月面できましたね。いや見事です、すごい、あの心身ドッペルこそ入らなかったですけどね、
まあ、もうとにかく非常に内容的には押してましたね。日本の今のトップレベルの演技を十分に見せてくれました、はい、内容的にはですね 3D1C3B で D が3つ床に入るというのは大変なことですね。はい、あと立ち穴のようなアピールの仕方を工夫するとね、完璧だと思います。床は 9.85 でした、はい、小菅まり個人総合、これで小菅はまず間違いないところへ来たでしょう。篠田美穂です。この篠田もこの床は独特の振り付けですよね。はい、美穂ちゃんもう床が大好きになったんじゃないんですか。もうやっと自分にこう巡り合えたっていうね、そういうものがあるんですよね。はい、もう嫌で嫌で仕方なしにやってるのとね、もう大好きだこれはっていうね、そういうものをねコーチがこう引き出してやるというのは大事なんですよね。はい、あもういやいややってるのと好きでやってるの随分違いますからね。こういうところのつなぎの今のようなところが非常に独創的です。はいね、体操のこれからやろうという小さい選手たちはよく篠田さんのこの動きをね、ええ、真似してゲーム的に遊んでるんです。ああそうなんですか、はいはい、篠田さんとか言ってああ屈伸の2回宙返り、篠田美穂の床の演技でした。やっぱりみんなをこう引きつけるものを持ってますね。だから体操というのはですね、相手にアピールして相手を感激さすという演技をしなきゃいけないんです、はい、自分だけが一生懸命やってしんどい思いして相手も面白くないっていうのではね、こんなに損をしてるやり方はないんですよね。だから今でも会場の人が篠田さんのには全員がああよかったって拍手をした、これはもう篠田さんという選手と体操とから音楽と、これ全て一致したときに相手に感激を与えるっていうんですかね、相手あって体操競技は成り立ちますからね、はい、この床は 9.70 です。いい得点が出ました。そうですね、良かったですよ。なかなかご覧いただきましたように全日本ジュニア体操競技選手権大会